ドジャースの大谷翔平投手29が4日日本時間5日、本拠でのナ・リーグ東地区6連覇中の強豪ブレイブス戦に2番 DH で先発出場。第2打席で出場6試合ぶりの一発となる今季8号を放った。これで並んでいたデイブ・ロバーツ監督の日本生まれのドジャース最多本塁打記録を抜いてトップに立った。やった GW10 に打って欲しかったから待ってました。いい気持ちで過ごせそうです。グラスノーの時ばっかで草。有言実行やね。ドジャースに所属している時の日本生まれの選手のホームランの本数記録の更新おめでとう。ワイラーうちの負けや。ついに超えましたね。ポルシェの重さの効果か。それにしてもグラスノー先発だと必ず打ちますね。今日はもう一本でそんな予感。現地も大盛り上がりで笑う。